全家3番、893番、きたろうです。本日のお話は、日本大学、重量挙げ部のこのお話です。ちょっと私、さすがにね、これ、まあ、性犯罪ぐらい、怒りが、性犯罪の被害者のね、方の怒りぐらい、これ、ちょっと怒りに震えてますよ。重量挙げ部、 でね、特待生なのに、もうかかわらず、後でお金を巻き上げられてるっていうのが、大学から発表してやんです。だけど、マスコミも他全然取り上げないでしょなんと、その被害に遭われた方、元学生さんから連絡があったんです。ちょっと年齢とかいつとかはね、個人の特定になっちゃうので言えませんけど、もう本当にこと細かく、ご両親さんが、いつ監督とかが、重量上げ部と面談っていう日付、それから、 銀行口座。言っときますよ。この日本大学重量上げ部っていう口座は誘致です。誘致です。記号番号ね番号も全然書いてありますよ。で、振り込んだ時頃のもの、ここ、日付とか、この番号が分かっちゃうといけないんで、取扱い曲が分かっちゃうので、ここはダメなんですけど、これが何月と。2回、年2回にあるわけです。これも金額を固定、あの、言うと、それぞれが違うんです。 それぞれが違うんです、これ。こういうことをやっているんです。どういう流れかっていうと、バリバリの田中派です。この監督。まだ名前は言いません。おそらく逮捕されるでしょう。じゃあ、学生さんたちから聞いたら、悪い印象はないと。なんか変なことするっていうことはないわけです。というよりも、そもそも、この監督が重量上げの指導するかと言ったら、しない。選手としては大したことないらしいです。 どうも、ここがおかしいと。他の運動部っていうのは、その監督になるような人は、メダリスト級の人がなってるんですよ。だけども、この重量挙げ部の監督だけは、そんな大した成績がないのになっている。おそらく、田中理事長、前ね、理事長に、だいぶ金を流してたんじゃないかなっていうふうに思える。だけども、本人自体も羽振りがいい生活。なんとね、言っとけなんかね、BMW、しかも M シリーズですよ。そんなのを乗ります。 そあの、なんか知らない人がへーって、M とかだと、え、私は車種によっては、倍ぐらい値段が高いんですよ。とんでもない金額するんですよ。そんなのよく乗れるなとか、すごいなっていうふうにみんな思ってて、どこから金があるんだろうっていう話は出てたそうです。そりゃそうですよね。だいたい一人頭200万平均として、毎年10人ぐらいの部員が入るわけです。で、このやり口ってどうかって言ったら、もう早い段階から声をかけてるそうなんですね。高校で、成績がいい。全国の。で、 そうして、特待生ですよ、無料ですよって言っといて、で、決めさせといて、そうなってから実はと。だからそこは学生のことちもわかるそうなんです。知ってるんです。で、私が何が起これてきてるかって言ったら、話していて、この方、金額は知ってなかったそうです。まず、大学から一通の通知が来る、来たそうです。 読み上げますよ。令和6年7月19日、何々様ってね。なんかすげえ簡単に書いてるんですよ。この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。先日、弁護士からお話がありましたように、重量上げ部から振り込みに関する書類をご提供いただきますようお願いいたします。書類はコピーしたもので構いませんので、同封の返信用レターパックにて投函をお願いします。以上、競技スポーツセンター事務局ってなんだこれ これにいろいろ振り込んだやつとか送れってことです。だから送るからって言って返すとか言ってるわけじゃないですよ。まだこの段階では。で、これが来たから、親に確認したら、こんなな金額って思ってなかった。で、この方泣いてましたよ。その時大変だったみたいです。お父さんお母さんもなんか仕事を増やしたり、うん、残業したり、その時思い出したら。で、この金額もまちまちだそうです。すごい資産家の時のはもうなんもっとの金額。で、 おそらくこの金額ならいけるだろうっていうような金額をそれぞれの家庭に言ってるんですよ。でまあやっぱりインターハイとか行ったり高校でそれだけのそれなりの成績っていう家でそんな そんなにひどいいっっててう家庭環境の人ってあんまりないと思うんですよなんか親が飲んだくられてこんなんでっていう子がそんな成績が良くなるっていうことはないわけでとなるとやっぱり家庭環境もそれなりにちゃんとしてるわけだから無理したら言えるだろう100万200万ならいけるだろうっていう金額を言ってくるわけですよ。まあ中にはその厳しい練習に耐えきれず辞めていった人これ卒業生にって言ってるわけだから途中で辞めた人たちだってこれ被害に遭ってるわけですよ。そうするととざっと見て少なく 見てもなんか4000万って言ってましたけど年間2000万ぐらいの金が取れるわけですよそれが20年間4億円ぐらいあるんじゃないかとしかもじゃあコーチたちも知らなかったわけはないだろうと年に1,2回ぐらいしかその練習するとこに来ないそうですそしてもう一つおかしいのは 消耗品みたいなことで、毎月1万5千円集めるんですって。でも、言ってました。重量上げって、消耗品ってない。ああの機械だって別に壊れるもんじゃないですよね。 もう言ってました。消耗品って言ったら手に塗るやつですね。炭酸マグネシウムって白い粉のこと言うそうです。これ1万5千円を10人ですから15万円。毎月。ね。それが1学年なんで4学年あるわけだから60万円ぐらいのお金がどこに消えてたのかな毎月毎月。恐ろしい。寮費や何だっていうのは別で払ってるわけなんで。ね。いろんなものは。で、自分の靴とかはもう自分たちで買うわけだから。何なんだって。 おかしいとでねそこなんですよ他の部もそうなんじゃないんですかって聞いたら歴代のこの 日大の中の、この重量挙げ部、相撲部とアメフト部とは非常に仲がいいっていうか、一緒に練習したり、いろんなことをやったり、お互いのこう練習をっていうぐらい仲がいい。で、他のところから聞いてもそんなことはないんじゃないか。重量挙げ部だけじゃないかっていうことです。まあ、今はね、全く違う仕事をされてるってことで、あれなんですけど、就職に関しても、その、大会の時と就職活動と被る。そういうことも、就職は任しとけとか、そういうことを言ったり。でも、 に沿わないこともあったりとかなんかこれ見てると本当に聞いてるとね大丈夫かって思う風に思うんですけど結局 そんなことして10年から20年真面目に頑張る子たちから、いいですか無料だよって言っておいて。だって、本当に無料の学校もあるわけだから。もう、強い大学って、まあ、ここで名前出しちゃうとね、あれなんで、もう有名どころはこここここ,この大学、この大学って、いうところの選択肢もある中で、やっぱり日大って言って入ったら、大変な。親は聞いて、それ、子供が喜んでるんだから、何とかしようって必死になって、返せよ、この金。 だけども、今回のことに関してややこしいのは、日大も被害者であるって話なの。この監督、おそらく逮捕されると思います。コーチも。コーチがどれぐらいの関与かわからないけど、羽振りが良い。 大盤振る舞いして、お金なんか持ってるわけない。全部返せれるわけない。っていう風になって、これ、大学としてはどう責任取るんですかって話なの。本当に。こんなバカな話ないでしょ。泣いてましたよ、これ聞いて。あの時のね、親が一生懸命これやってって、こんな、こんな金額をって。でも、 監督に対して悪い印象はないとよくしてくれてると思うとでも中に聞くとあれって思うことはいろいろあるんですよ実はでもこれ言うと年代が分かってしまうんで あることがあったときに、なんか違う。紹介された仕事に行けとか、バイトをしろとか、やれなんとかとか。そんな、でも、ここのことを言ってくとちっちゃいなことなんで、論点がぼやけますから言いませんけど、ちゃんとこの被害にあった元ね、卒業生の方から、私は話を聞きましたよ。でも、卒業生の方だけに送ってるみたいだけど、途中で辞めてった人も、一年のときに払ってるわけだから、これはおかしいでしょこれは結局。本当は払わなくてもいいものを払ってる、払わしてるっていうことだ これは罪が深いいと思いますよ本来だったら田中理事長が失脚した時にじゃあ半分ぐらい持ってったのかいくら持ってったのか知らないけど失脚した後もだって集めてるわけだし本来だったらこれぐらいで次にはメスが入るぞってやばいぞって思ってたけど急にやめるってできませんよね。 私的に作った通帳に、私的にお金を振り込ませて、それを使っていくと。馬鹿ですね。高級車なんか乗らなきゃいいのに。本当はその上のね、学部長とか、なんか、なんとか学部とか、その先生やって、教授普通だったら、何ですかだって、准教授の時に、もう BMW の M とか乗ってたっていうんですよ。准教授で。で、教授になっちゃって。学部長になる。学部長にな,るならなかったらしい。でも、学部長になると、監督は兼任はできないそうなんです。 だから、そんな名誉より金、ね、っていうか、もしかして、そんな学部長になって監督が違う次の人になったら、この悪事がバレてしまうじゃないですか。ね、どうやら他の部ではないというふうに思いたいけど、他ではそんなこと聞いたことないということなんで。これもうちょっと、これ、ちゃんと報道しないといけないですよ。どうか雑誌関係者の方、ご紹介しますよ。ちゃんとお話ししてもいい。匿名であるならきちんと説明しますテレビ局、各雑誌、新聞社、ちゃんとお話しします。 言ってるんでご連絡いただければ私はつなげますよはいこんな不正をね許してはいけません以上ですはい皆さん最近チャンネル登録高評価言ってなかったんですけどやっぱり言わないと伸びないですね本当にチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそうそう実は 漫画、極道楽園、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。URL 貼っときますんで、あの、電子版なんです。本屋さんに行かなくてもいいですよ。タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、懲役太郎。これは紙の本です。裏社会から人生を守る教科書。こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、本当にいい本です。ちょっと無理がある。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さん、よろしければ、お買い求 ください以上です。